はい、今回はこの HG シリーズゴジラ4を見ていこうと思います。こちらがゴジラ98ですね、ハリウッド版第1作の失敗作のゴジラとなっております。失敗ではないのかな、まあ、個人的には好きでしたけど、いろんなグッズが、いっぱい発売されたんで、こちらとしては良かったなと思ってますけど、なんかグッズも結構いっぱい発売されてたけど、結局なんか日本だとあんま売れなかったから、なんか結構半額とか半額以上の割引で、いろんなデパートとかで処分しようとしてたのがあったんで、それを自分はいっぱい購入した記憶があります。なんであんまり定価で買った記憶はないです、この98年のゴジラグッズに関しては。まあでもこのガチャガチャの、このアメリカ版は結構、みんなテンション上がった記憶がありますね。みんなでこう、あ、これ当てようぜっていう感じで、いっぱいガチャガチャやった記憶があります。自分このアメリカ版ゴジラが結構出なかったんで、結構苦労した記憶があります。特徴としては、この98は塗装がすごいメタリックな感じで、綺麗です。この後ろから見た感じもかなりかっこいいですね。形といい、ポージングといい、この塗装の何このメタリックさとかもすごいかっこいいと思います。次がバーニングゴジラとなっております。これはこのクリア感がすごい美しいと思います。で、このボディもそのクリアなところがあるんですけれども、なんかこう光の当たり具合によってその光ったり光らなかったりするんで、このなんかすごいかっこいいんですよね、この、だからいろんなその光の当て具合によってこうキラ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 っていうかクリアが出てくる感じがすごいいいかなと思ってます。あとはこの爪とかも、指足と指のこの爪とかも全てこの同じくこのクリアなところが出てるんでかっこいいですね。いいっすね、これ。ちょっと気になるのがここら辺が塗装されてないから、やっぱ気になる人は気になるかなと思います。でもだいぶかっこいいっすね。はい、次がアンギラス68ですね。なんで68年だと怪獣送信劇のアンギラスってことになるのかな。で、このガチャガチャで200円でこのボコボコとかこの細かいこの一個一個のこの凹凸を表現するのはすごいなと思いました。お腹こんな感じか。後ろは特にここら辺は白塗装はされてないという感じなんですね。だからこの68というチョイスもちょっとなんか微妙なチョイスですけれども良かったのではないでしょうか。ガイガン1972となっております。72なのでゴジラ対ガイガンの時のガイガンってことですね。で、このガイガンすごいかっこいいなぁと思っています。これはかっこいいですね、このガイガンは。まずこの色合いとかもすごいいいですし、あとこのちゃんとそのキングギドラのちょっとなんかスキンみたいな、なんか皮膚みたいなのがこうすごいちゃんと作られてますし、で塗装もこのコントラストもいいですし、このフォームもやっぱこのガイガンはフォームがすごいかっこいいんですよね。ちょっとお腹がポコッと出てる感じのガイガンかっこいいですね。背中のはい、次がメカゴジラ74ですね。これはメカゴジラ、ゴジラ対メカゴジラのメカゴジラだと思います。で、すごく、なんだろう、ちっちゃいんですよね、これは。かなり大きさが他のフィギュアと比べてもちっちゃくて、ちっちゃいけれども、
この一個一個の作りっていうのが細かく再現されていてかっこいいですね。ドーン、だいぶ大きさも大いぶ違いますね。これなんか塗装をするところがない分この細かさにこだわったのかな。体ちっちゃいの、ちっちゃいですねこれ、ラストがゴジラジュニアです。これはバーサスデストロイヤーの時に出てきたジュニアですね。このちゃんと背びれが白く塗装されております。使われている色は緑と黄緑と白と、あとこの目の赤いところとちょっと黒ポチなんで、そんなにそのなんだ色に、なんだろう、色においてはあまり使われてないのかな、特別な色は。この2体を並べ、この2体を並べてなんかこう同じ種族として、なんかこう2つペアでこう並ばして飾ってた人も多いんではないでしょうか。はい、こんな感じで今回は HG シリーズゴジラ4を見てみました。だいぶこのこのアンギラスとか、ガイガンとかメカゴジラのおかげで、なんだろう、この過去の作品とかを見るきっかけにもなったのかなと思ってます。なんかこう子供の頃このアンギラスとかは全く知らなかったんで、何これっていうんで、そこら辺ガチャガチャとかをきっかけにかな、あとバンダイのソフビをきっかけでこういろいろ昔の作品を見るようになりました。はい、以上となります。